左から、ウィーバーライター、マルティン・ボルマン、アドルフ・ヒトラー、ジーク・フリート・ウィーバーライターは、ドイツの政治家、シュタイヤー・マルクの国家代理官、また、国家社会主義ドイツ労働者等のシュタイヤー・マルク、帝国大喚区指導者。最終階級は突撃隊大,大将。オーストリア・ハンガリー帝国のザルツブルクにて生まれる。1924年に、シルユーゲントへ入団した。 大学では法学を学び、工事現場助手をする。1930年からは、グラーアーツの下山ルクで、労働者健康保険組合の秘書を務める。1931年、突撃隊に入隊。1933年に、博士論文を提出して、法学博士になり、健康保険組合の管理職付秘書となる。1937年に違法となった、 シュタヤーマルク突撃隊旅団長となり、1938年国家社会主義、ドイツ労働者党に入党。1938年3月13日のアンシュルス後に、グラワー,ーツの警察臨時本部長となる。5月24日には、シュタヤーマルク大幹部指導者に任じられた。6月からは、シュタヤーマルク首,首相となり、突撃隊中将に昇進した。 1939年から1940年にかけて山岳両兵として一時的に兵役につき、ノルウェー上陸に参加する。1940年4月に、少尉の階級で除隊した。1940年3月15日より、シュタイアーマルクの国家代理官に任じられ、1941年のユーゴスラビア侵攻に設置されたたシュタイアーマルク。 民政地域の民政長官に任命された。1942年からシュタヤーマルクの国家防衛委員となる。1943年に突撃隊大将に昇進。1944年9月25日よりシュタヤーマルク国民突撃隊指導者となる。1945年5月末に逮捕されニュルンベルク裁判において承認となる。1947年に ユーゴスラビアに引き渡されるのを恐れて逃亡。その後はアルゼンチンに滞在したとも、偽名を使って、ジンデルフィンゲンの家族の下に潜んでいたとも伝わる。死亡年月日も死亡場所も不明であり、一説には死亡した年月日は1984年12月29日、または1986年1月7日ともされる。ありがとうございます。